こんばんは、7月4日午後7時になりました、297回しゃべくる松代です。今日の松代なんですけども、予想最高気温は26、7度かな。実際それぐらいだったでしょうかね。先ほどね仕事が帰りまして慌ててまたいつもの通り夕刊持ってまいりました。今日の夕刊あんまりね言いたくないぐらいのね暗い記事、この一面にねバングラディッシュのね犠牲者家族遺体と対面、暗いね。これ社会面見てもね、ここに、飲酒運転米軍人だ、今日あんまり言いたくないですねこれね。ということで、生放送で、お送りしております。今日のゲストなんですけれども、今松代の元昼川のね、剣道真田なんだ長野真田線に改修工事しておりまして、その現場代理人の荻原さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。荻原さんのそのお話伺う前に、今その、長野真田線全線なんですけどもね、だいたい今長野ロイヤルホテル、あ、違う違う、松代ロイヤルホテルからですね、松代の豊坂の鍋林の工場の辺までの約あれ2キロぐらいですかねの、ここにロイヤルホテルがありまして、でここら辺が、鍋林の工場ですね、松代工場ありまして、この JA のスーパーとホテルの間をこうずっとこう回りましてですね、この旧昼顔を今、3社でやっておりますね。で、荻原さんはですね、ここら辺 の、 東城の荒町、十人町から荒町の辺を、ね、工事されてる、200メートルぐらいありますか、170メートルぐらいですね。ここの170メートルを大平さんが担当しているというようなことです。で、工期はおおむね、だいたい平成21年ぐらいから始まりまして、29年か30年には、まあ、完成するという予定だそうです。はい。冒頭いろいろお話ししてしまったんですけども、荻原さんお若いですね。お若い、まだ卒業したばっかり。いや、もう卒業して10年。あ、そんなになるんですか。はい、いや若いね。じゃあ中学じゃねえよね。そうです、長野高専、うん、を卒業してすぐ補助組に就職しました。エリート高専やんねんな。いやところでね、小原さん、まあ私どもね横工事されてるんで、たまにこう見ると朝早くから仕事してますね。まあそうですね、うん、まあ勤務時間はまあ8時から、ね、5時ってことになってて、まあ忙しい時とかは早出したり、残業したり、することもありますね。はい、大変ですか仕事は。大変だね。まあ大変ですけど、まあ、やりがいある仕事だと思ってます。はい、さすがエリートコースの回答だな。で、今まではどんな、まあ、10年というと結構現場そうですね左にやられた。そうですね、ここにある写真がそうですか。そうですね、これはこれは一応長野市 の、 あの長野県の短期大学のところの外周を一応、あの水路と、まあ水道管古くなってたんで、それをやり替える工事をやりました。これが工事する前の状態ですね。これ終わったと。これも前ですね。工事する前ですね。これがまあ一応終わった、これが終わったところの真ん中の大きい水路をまあ入れて、あと水道管も新しくしましたね。こういうような工事でどのぐらいかかるの。まあその距離もよるでしょうけども。まあそうですね、まあいろいろ準備とか入れると半年ぐらいかかる時もありますね。はい。でこれはどうですか。これが須坂市の与那町という場所になるんですけど、まあ
一応歩道の関係の、うん、改修というか、うん、拡幅の工事を、うん、やりました。これも工事前。そうですね、これが工事前ですね。はで工事後。そうですね、でこれで一応、うん、前より歩道を広げて。おー、なるほど、はい、でこれもそうですね、終わった後ですね、はい、これが須坂。そうですね、これが須坂市です。でこれもそうですか。そうですね、これも一応須坂の、あ、須坂、うちの会社の目の前のところを工事したんですけど、これ工事前。工事前ですね、これも工事前。工事前で、これで工事終わって、一応横にその水路を入れて、まあ、あと舗装もみんな新しくやり替えて。これ色がちょっと赤っぽいんだけど、これはあれですか、あの歩道じゃなくて、あの今の流行りの。いや、普通の。あ、そう、普通写真の関係で。あ、写真の関係で。黒いアスファルトの舗装です。はい、あ、分かりました。それでこれが、これは須坂じゃないですね。これ高山ですね。え、なんか草ぼぼですね、これ。そうですね、まあ山の際というか、うん、でまあ一応休憩者地というか、急な山なんで、その土砂とか土砂崩れとかならないように、その前にまあ一応大きな擁壁の関係をやるような仕事をやりました。これが終わった後ですね。あ、さっきの草ぼぼが。そうですね、このように綺麗になった。はい、で、この工事ではどのぐらい、だいぶ長いですかね、あの距離は。これはそんなに長くもなかったと思いますね。150m もないぐらいでしたかね。 150m ぐらいで1ヶ月ぐらい、もっとかかる。もっとかかりますね。かかる。ちょっとまあ冬の間やった工事なんで、ちょっと雪とかあって、だいぶ苦労はしましたね、はい。あ、やっぱりそういう時は苦労なんですね。そうですね。でまあ、いくつもね、補助組に入られて、だいぶあの現場を、ね、代理人されてるんですけども、はい、やっぱりその現場代理人としてですね、やっぱりこう気配りというか、そういうようなところはどんなところ。そうですね、やっぱり、まあ、一番は地域の皆様や、まあ、現場の方の、うん、安全を第一に考えて作業してます。さすがエリートコースの答えだな。はい、ということで、その意気込みもある。やっぱりエリートコースの答えかな。まあ、じゃねえ。地域の皆様に、はい、まあ、工事してもらってよかったとか、はい、前より良くなったって、言われるような仕事をやるように頑張ってますね。はあ、さすがね。そういうような答え出てくるんだね、やっぱりね。そうですね。そうですね。はい。ということで、ね、ちょっとこう、工事のところね、拝見させていただくと、たくさん工事の方いらっしゃるけれども、そうですね、いわゆるその下請けの皆さんっていうのはいらっしゃるんです？そうですね。やっぱ現場で実際にその作業とかはしてるのは、まあ下請けの人にやってもらってます。だいたいあのそこにいらっしゃる多い時なんか。10人近く来ることもありますよね。そうですね、いろいろ下水や水道や、ね、いろいろあるときは結構人数もうたくさん来る。あっちでこーっとしゃべパワーしゃべりって、こっちのパワーしゃべりって3台ぐらいパワーしゃべりってこうやってる日もありますよね。そうですね、あの方皆さん、みんな皆さん、そうですね。あ、そうなんですか、はい。それでちょっとあの女性の方もいらっしゃるじゃないですか、たまに。そうですね、ランプ運転したり、女性でも、トラックとか運転してる方も、ね、いますね。最近あれですかね、女性の方っていうのは多いんですか。そんなに多くない、まあ、そんなにまだ、そうですね、そんなにいっぱいいるわけではないですね、うん、はい。ああいう人はやっぱりあの自分がそういうとこでダンプの運転してみたいわっていうような人が来るんですね。そうですね、やっぱ好きだからやってるんだとは思いますけどね、はい。ということでね、まあ、だいぶ時間も過ぎてきちゃったんですけど、その、長野真田線のね、今、はい、工事補助組さんされてるところ、先ほど170m とかですね。そうですね、はい。あ、その今の現場どうですか。まあ、まあ、そうですね、まあ、結構各お宅の出入り口と前とか、うん、工事してるんで、うん、まあ、大変ご迷惑をおかけして申し訳ないと
思ってるんですけど、まあ、うん、皆様ご協力いただきながら、工事進めることができて、俺あんまり協力してないんだけどいえしていただきます。余計なことも言って、はい、はい、そうなんですか。でこれが今の工事の、あ、違う、これじゃねえや、こう、ん、これ撮ってか、これか、これですね、これが今の現場の写真ですか。そうですね、これがまあ一応工事始まる前の、これ今の始まる前ですね、まだ土手があるような写真なんですけ ど、 あ、この下もそうですね、まだ土手あって、川、そうだ、土手あるわね。そうですね、あ、これも1年ぐらい前の景色かな、これ。そうでもないのか。そう、3月ぐらい前。あ、3月ぐらいね。でこれがまあ現在の状況で、ちょっとまあ遠くて分かりづらいんですけど、まあ一応みんな土手を取って、あ、まあ、東側についてはもうほとんど水路とか歩道の関係も終わっている状態、状況ですね。あ、でこれも、そうですね、そうですね、はい、でこれは、これはまあ作業している状況ですけど、まあ、一応水路を、車道、そうですね、車道の両側にあるところですかね。そうですね、この小さい水路が車道の両側に来るようになります、ね、はい、でこれは何ですか。これはまあ取り付け道路、取り付け道路か、はい、あ、これは、まあ、指導の関係ですね。あ、なるほど。でこれ、あ、これはまだ戻っちゃったかな。これはこれまあ大きな一応水路というかを、入れてます。これは結構大きいですよね。そうですね、高さどれぐらい、2メートルなんですか。そんなにないですけど、1メートルぐらいですね。あ、はい、なるほど。で、あ、これが取り付け道路の舗装か。あ、ね、舗装じゃねえか、まあ採石、あ、採石を固めてる。そうですね、うーん、あー、なるほど。でこれは、これまあ最初の段階ですけど、まあ最初、うん、その土手を崩しているところですね。あ、そうか、順番狂っちゃったんですね、はい、あ、この左側にあるところが土手ですか。そうですね、土手をみんな崩して、これも土手あるのかな。これもそうですね、まだ残ってるけど、まあその川だった部分の車道の部分ですね。あ、車道の部分か、はい、あ、これも同じですかね。そうですね、まだ車道のところを透き通って、ね、あ、なるほど、まだ土手両側にありますね。そうですね、はい、じゃあ車道のところを先に工事して。そうですね、あー、なるほど。でこれ、あ、でこれで、これまあ L 型擁壁の方を、あの道の端っこってことですか、歩道の端っこってことですね。一番歩道の端っこになりますね、民家との境と。そうですね、あー、はい、なるほど。それで今度これは、これは、これがさっきの指導のところですね。あ、これ工事前。そうですね、あ、順番が間違っちゃったですね、はい、これがあの取り付け道路ですか。そうですね、はい、昔のままですね。そうですね、あ、これも昔の状況ですね。これ手前に橋ある。そうですね、まだ橋あるの写真ですね。じゃあ元々の写真ですね。そうですね、でこれが今現在の、これが取り付け道路。そうですね、舗装終わったところ、舗装まで終わって一応車取れるようになってます。なるほど。あ、これもそうなんですね。そうですね、はい、あ、なるほどね、はい。で皆さんね、ところでね、そのたまにね、さっきも言った、たまにチラチラとこう、はい、あの拝見してるんですが、あの材料っていうか、さっき の、 そのコンクリートのなんだ、こういう速攻っていうの、はい、工事進む状況の中でちゃんちゃんとこう来るじゃないですか、はい、さっと、はい、あのコンクリート打つ、あ、打つなと思えばミキサーがちゃっとこう来るじゃないですか。そうですね、で採石もダンプでこうダーッと来て、パッとこう、はい、あれってなんかこう、まあ、綿密な計画っていうか、なんか打ち合わせというか、打ち合わせして、まあいろいろ工程、はあ、自分で考えて一応事前に頼んで、電話とかファックスで頼んでますね、はあ、じゃあもうその工事の全体的な姿がこう頭に減ってねとできねえね。そうですね、今日はもうああいう仕事して、こう仕事で、3日後にはこうだとか。そうです、ね、全部頭に入ってて、そういうこと考えながら一応やってます、はあ、大変ですね。
だから朝早くから夜遅くまで。そうですね、はい。はあ、大変ですな。いやいや、大心さんで、まあ、あのね、ちょっとね、話もね、いろいろお聞きしたかったんですけども、ちょっと、進行下手で申し訳ないんですが、私ね、個人的にちょっとお聞きしたかったのはね、はい、あの荻原健二さんってスキーの人いるじゃないですか、はいはい、兄弟のお兄さんの弟さんかな、どっちだかね、どっちですかね、あの方同姓同名だよね。まあそうですね、漢字はちょっと違いますけど。あ、漢字は違うか、あ、そうかそうか。で、あのたまにさ、その間違えられてサインしてくれなんてことねえですか、今までで。サインはないですね、サインはねえけども、まあ、もう年齢が全然違いますんで。どうだっけ、あの人は。もっと上ですね。あ、そっか、ああ、ちょっと感覚、まあちょっとずれてたかもしれないな。あ、そうですか、はい、いや、私はあの初めね、はい、お聞きしたときに、あれスキーの人がいたって違ったんですね。そうですね、はい、分かりました、はい、ということで、だいぶ時間も過ぎちゃったんですけどね、小倉さん、今日はあのお忙しいところをおいでいただきまして本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。いやね、小平さん若いね。そうですね、いいですね。そう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 、まあ、若い、いいですねって言って女性だって男性だっていいですよ、もうもうこんな年になってきてるんだから。年寄りは若い人がいいよ、いや、そんな何言わせんのかなと、しょうがない、はい、お知らせも来週の予告なんですけど、はい、真田丸始まって、から初めて真っ白での、見学会、白鳥、白鳥神社と海禅寺。カンペ読んでるから。カンペ読んでる、はい。間違えちゃいけないからね。はい。それをあの見学会を行います。28年の7月13日水曜日です。はい、集合場所は青垣公園駐車場。はい、受付は9時から。出発9時30分、参加料500円、持ち物は飲み物、履き慣れた靴、帽子、小銭などです。はい、それでいいですか。わかりました。はい、はい、はい、坂が急なので、履き物、それから十分怪我をしないようにおいでいただきたいと思います。足腰鍛えてこいってこと、間に合わないかと思いますけど。ということで、はい、いいですか、はい、来週は、はい、また宮坂さん、よろしく、はい、お願いします。あ、そっか、2週続けてたんだな。はい、分かりました。お忙しいことで、はい、そうですね、もう本当に、ね、何 やりますか。見なきゃ。ね、そう、あのフレンソンの、ね、西澤さんだ。あ、ね、はい、今日何来てもらってるの。来てもらっています。来てもらってるの、はい、これから紹介します。あ、そうですか、はい、よろしくお願いします、はい、西田さん、よろしくお願いします。西田さん、いや、すいませんね、お忙しいところありがとうございます。すいませんね、今日は。いえいえ、お忙しいところ申し訳ないません。いえ、すいません。西田さん、来週はどんな話してくれる。はい、来週はあの、あのフライソーの施設を中心に、あの紹介できればなと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、清水さん、はい、清水さん持って、はい、じゃあお話を、はい、はい、そうですね、またあの来週ぜひよろしくお願いいたします。ちょっとね、みんな言っちゃったら来週喋るかもしれないですね。でもちょっとさ、ちょっと一言二言ぐらい、あ、施設の紹介、 PR、 施設の紹介、まあ紹介と PR と両方、あのね、はい、PR の場合はね、お金いただくんで。あ、なるほど、料金。じゃあ、 あの紹介ね。あ、そうですね、紹介で、はい。あれ、フライソーさんっていっぱいあるんじゃないの。あの4階建ての、あ、そうです ね、あそこの他にも何かあるんですか。例
四階建てのあそこと、あと、うん、まあ稲里っていう地区と、あと柳原っていう地区と、はい、そこにも登記をできましたんで、はい、そちらも合わせてご紹介できればなと思いますので。あ、そうですか。そこら辺も含めて。あ、そうですね、はい。施設の紹介で西田さんの話しないの？あ、まあ、ちょっとで。あ、ちょっとで。それは西田さんの、はい、お仕事の関係もちょっと、ね、はい、含めて、はい、はい、はい。それではまあいろいろね、楽しみなところありますね。そうですね、またよろしくお願いします。じゃあ来週の食事の街をどうぞお楽しみに。